エボリューションゲーミングはライブカジノの開発、販売やライセンス供与などを行っているゲームプロバイダー。本社はスウェーデンストックホルムにあり、欧州及び北米を中心とするゲーミング事業者を顧客に事業を展開している。ナスダックストックホルム上場企業。2006年4月、ラトビアのリガンで設立された少人数の開発スタジオに橋を発する。 2011年にイタリアで2012年にデンマークでライブカジノ事業者としての認定を受け2013年にはスマートフォン及びタブレット対応のコンテンツをリリース2014年には新たな開発スタジオマルタに開設同年イギリスのオンラインゲーミングメディアであるイゲーミングレビューよりオンラインルーレットのエマーシブルーレットがゲームオブザイヤーに選出されたことで業界の注目を 集めた。2014年12月に統括会社にあたるエボリューションゲーミンググループがスウェーデンで設立され、2015年3月に株式上場企業となった。2017年にヒット作となったドリームキャッチャーをリリース、2020年10月に企業ブランド名をエボリューションに改めた。株式上場後は買収による 事業規模拡大を続けており、2018年にアメリカ合衆国の同業、イズギを買収、2020年にレッドタイガーなどの有力コンテンツを有するスウェーデンの同業、ネットエントを買収、2021年にエクストラチリなどを保有するオーストラリアのビッグタイムゲーミングを買収した。地域別の売り上げはイギリスをはじめとするヨーロッパが最大であるが、 アジア地域も2割強を占めている。本社オフィスをストックホルムに置くが、ソフトウェア開発などのオペレーションは、海外の開発スタジオで行われており、リガ、マルタのほかジョージアのトビリシ、アメリカのニュージャージー州とペンシルベニア州、カナダのバンクーバーなど9カ国にある。ありがとうございます。